お、神速、いいっすねー。原太鼓神速ができるのは、まっすぐ馬だけじゃないですからね。ドーブルだってきっと、使いこなせるに違いない。神速はタイプ一致技ですし、活躍間違いなしでしょう。多分ね。というわけで、皆さんこんにちは。今回もソウルシルバーの世界を、ドーブルたちと旅をしていきますよ。前回は今まで負けたジムリーダーたちに、リベンジマッチをしたところまでですね。今回はその続きからやっていきたいと思います。残る関東のジムリーダーは、カツラとグリーンだけですね。まだまだ強化ジムリーダーたちもいるっちゃいるんですが、この二人を倒すことである意味、一区切りみたいなもんですからね。うまいこと勝てるよう、頑張っていきましょう。勝手に島を改良するな。日本政府にちゃんと許可を得てやりたまえ。このピースをしている絵、正直結構好きです。というわけで、カツラ戦です。カツラは、炎タイプを使ってくるジムリーダーとなっています。炎技を打たれようが、今回の旅では弱点を突かれることもないですし、意外とどうにかなるんじゃないでしょうか。初手は、マグカルゴです。たけしさんが頭にちらつくということで、波乗りで4倍弱点をついてみましょう。うまくいきませんでしたね。さすがにマグカルゴくん、おいこら。オーバーヒートを持っているポケモン特有の白いハーブ、本当に勘弁いただきたいわ。普通のジムリーダーたちはお盆のみくらいしか許されていないのに、オーバーヒートを使ってくる炎ジムだけは、白いハーブが解禁されていますからね。厄介極まりないわ。なんだかんだで、4号の波乗りがそれなりに通ったということで、ここは固定ダメージを叩き出せる3号を出し、ナイトヘッドを打つのが責任でしょう。どうにか積みの起点にできないかとも考えたんですが、そんなことをする余裕もなさそうですからね。割とこのカツラ戦は、短期決戦を仕掛けるべき相手な気がします。上を取られてるのが、非常に苦しいと言わざるを得ません。上を取られてオーバーヒートとか、完全にドーブルが一番されたくない行動をやられちゃってますからね。3号の素早さが遅いという点が、もろに効いてしまっています。本当に全員、白いハーブを持ってるっぽいですね。地味にヤバい相手なのかもしれんわこの人。こういう場面では、1号を出すに限りますね。1号は性格の関係で素早さが高いですし、上からキノコの胞子をばらまいて、好き勝手やってしまいましょう。いい感じで1号も、ちょうどいい頼りがいになってきましたね。いい風潮ですわ。宿り火を巻いたりというのもありですが、このカツラ戦は短期決戦タイプだと思うので、こちらも短期決戦を仕掛けるために、怒りの前歯を打っていきますよ。前日夜更かししろや。バッチリ4時間睡眠でこの戦いに臨みたまえ。まあ、耐える道理がないですわな。ウーバークラスのタイプ1オーバーヒートを耐え切れる耐久力があるなら、ドーブル縛りなんかやってないですからね。というわけでここは5号を出して、ミラーコートを打っていきますか。さすがに特攻が。話が変わってきたなこれ。だいぶヤバい匂いがしてきとるわ。そこは素直にオーバーヒートで、突っ張ってきて欲しかったです。正直これは、どうにもならんかもしれんわ。交代先もいないので、オーバーヒートを耐えたばれ。ちゃんと短期決戦を仕掛けに全力で向かってこいや。絡めてまで使ってこられたら、手の打ちようがないんじゃ。これはだいぶ、苦しい展開と言わざるを得ません。流れが非常によろしくないわ。元はといえば、4号で波乗りを打って、4倍弱点を突きに行ったあたりから、流れが良くない押し爆破。完全にカツラさんがつけてるサングラス、スケスケゴーグルですわこれ。どこをどうやったら2本バレをした後にオーバーヒートをせず、物理技タイプ不一致の雷パンチを打つ AI に何年。特攻が2段階下がっているとはいえ、さすがに雷パンチよりも、2本バレオーバーヒートの方が食らうような気がするんですが、完全にやってますわこれ。ガチでこれは、納得がいかんわ。完全にブーバーに、ぐちゃぐちゃにされちゃったわ。
すでに負け濃厚な試合展開ではありますが、こうなってしまったもんは仕方ないということで、やけくそで2号を出して、原田以降していきましょう。原田以降の強化力でぶち抜けば、まだ試合をひっくり返せるかもしれませんしね。徹底して、怪しい光をしてきますね。欲を言えば、日本バレを打ってきて欲しかった。はい。これはもう、完全にお手上げですわ。あやつか押されてなかったら勝てていたのかというと、その答えはノーだと思いますが、負け方がガチで、あまりにもよろしくないわ。あれ、完全に締めに入ってしまいましたが、これはまだ、勝負がわからないかもしれません。ラス1のラロップにタイプ1神速を打てば、奇跡が起こるかもしれん。起こらんわ。どうなってんだこれ。雷パンチ一発で5号はまひったし、ブーバーに接触技を打ったら、一発で火傷したんですが。カツラさー、これは完全にやってる判定だわ。私の中のこいつやってるゲージが、フルスロットルですわ。あとは2号で神速を打った後、6号のトライアタックで麻痺を引いて、一生麻痺に続けてもらうしか、勝ち筋はないでしょう。この、第4世代では、神速の優先度が1らしいですからね。神速よりも電光石火の方が上を取ってるのを見ると、悲しくなってきますね。あとは6号でどうにか麻痺を引いて、運ゲーをするしかありません。頑張れ6号。はい。上を取られてますし、ハレフレアドライブなんか、無理に決まってますわな。普通の耐久力を備えたポケモンですら、消し飛ぶレベルでしょうからね。次行こう次。というわけで、本番行ってみましょうかね。ひとまず5号には、こだわりスカーフを持たせることにしました。今やれる対策としてはこれくらいですし、やり方さえ間違えなければ、割と真正面からぶつかっても、勝ちきれるんじゃないかと思います。今回の初手も4号ですが、波乗りを打っても落ちないことは分かったので、お得意の変身を駆使して、戦いますよ。初手は、マグカルゴですね。まずは4号でマグカルゴに変身することによって、オーバーヒートを4分の1のダメージで、受け切りたいと思います。そこから先は、マグカルゴの技次第といったところでしょう。スモップってなんやねん。誰に向かって打つ技なんだよそれ。絶対この戦いにおいてカツラが、スモップを打つ場面なんかないやろ。この時代の毒タイプで弱点をつけるのなんか、草タイプくらいなもんでしょうし、草タイプに対しては間違いなく、オーバーヒートを打ってくるでしょうしね。よすよす。ナイス回避やマグカルを。その隙に岩流れを打って、どんどん削っていきましょう。このままマグカルゴで突っ張っていってもいいのですが、どう見てもここは回復のタイミングだということで、1号に交代しますかね。マグカルゴは素早さも遅いですし回復してこないんかい。それならそのままマグカルゴで、突っ張ればよかったわ。まあ、こうなってしまったもんは仕方ないということで、そのまま1号で地球投げを打って、始末しにかかりましょう。あのさぁ、別にこれが致命傷になるわけではないですが、カツラから一生状態異常をばらまかれてるんですが、勝敗に直結しない状態異常ばっかりではありますが、印象が悪すぎるわ。2体目は、ブーバーですね。一応一号で上を取れるのはわかっているので、キノコの胞子をばらまいていきますよ。ここまでは確定の動きとしても、地味にやけどの固定ダメージが痛いわ。なんだかんだで毎ターン8分の1ダメージを受けるというのは、シャレになっていません。この時代は完全に、やけどは毒状態の上位互換と言っても過言ではないですからね。いきなり怒りの前歯をするのが一番火力は出るんですが、ひとまず宿り木を打って、やけどダメージを帳消しにすることが先決でしょう。ほったらかしてたら、あっという間にやられるでしょうしね。少しでも生きながらえるためには、宿り木を打つのが先決です。さすがにこれだけ削れていれば、地球投げ圏内でしょう。
オケ。今回のブーバーは反省を生かして、バッチリ4時間睡眠で臨んでくれましたね。こういうのでいいんだよ。なんだかんだ言って怒りの前歯は、使える技認定して良さそうですね。ラス1はラロックということで、あとは5号ですか、踏み地ずれをしてやれば、チェックメイトですわ。本当に5号は、群を抜いて使いやすいですね。相手よりレベルが低く、素早さで上を取られていようが、そんなことお構いなしで、決着をつけてくれますからね。カツラよ、この戦いも終わりや、完全にやってる疑惑がありましたが、しっかりと乗り越えることができましたね。ナイス急所。しっかりとラロップ3サイドが、急所にも当ててくれましたね。相手からの急所を望んでる実況スタイルなんか、私くらいなもんでしょうな。ガッハッハ。というわけで無事2戦目で、カツラに勝つことができました。よかったよかった。こうして戦っていると、関東のジムリーダーは割と、手持ちが少ない感じで助かりますね。相手の手持ちが少なければ少ないほど、5号が躍動しますからね。そんなこんなで、関東編7つ目のジムバッジ、ゲットだぜ。残すは、グリーンだけとなりましたね。さて、原太鼓、神速、ドレインパンチという優秀な技揃いの中に一人だけ、なぜか生き残ってる技がいます。そう、転がるですね。弱い技とは言いませんが、さすがにもう使っていくには、無理があるでしょう。というわけで、非常に優秀な技と入れ替えるため、忘れさせたいと思います。その優秀な技とは何か、そう、聖なる炎ですね。エアロブラストに続いて2つ目の専用技を、確保したいと思います。これによって、だいぶ2号が使いやすくなったんじゃないでしょうか。これ以上ないというくらい、物理型のポケモンとしては完成形に近いんじゃないかと思います。あ、一応フォローはしておきますが、決して鳳凰の巣の火力がしょぼくて2号が生き延びているわけではなくて、リフレクターを張っているから、生き延びてるだけですよ。すでに合ってないような縛りないようですが、野生ポケモンは倒さないということで、鳳凰相手に全滅してあげましたとさ。あくまでも全滅させられたではなく、全滅してあげた、ですからね。そこを履き違えたらいかんよ鳳凰くん。とかなんとか言ってたら、滅びの歌が落ちてましたね。使えるかどうかはともかくとして、この先欲しいと思った瞬間に落ちているとは限りませんし、決して弱い技ではないということで、3号に覚えさせたいと思います。道連れほど安心感がある技ではないですが、相手のラス1に打つことができれば、勝ち確定の状況を生み出すことができますからね。持っておいて損はないでしょう。というわけで今回は、関東編最後のジムリーダー、グリーンさんの顔を拝むところまで、やりたいと思います。技自体はだいぶ完璧に近い状況ですし、そうやすやすと負ける道理はないんじゃないかと思います。相手に上を取られてワンパン地獄さえなければ、それなりにいい勝負ができるんじゃないでしょうか。スピア縛りの時にもここで苦しめられたということで、相手の初手はよく覚えています。それに備えてこちらは珍しく、6号を初手に持ってきました。ナッシーは催眠術を抱えていたはずなので、その催眠術を透かすために、身代わりを抱えた6号を出していこうという算段ですね。このゲームの AI は、身代わりに対して状態異常技をばらまき続けるという風潮があるので、それに期待する感じですね。うへぇ、出たわこのパターン。お願いだから一発目は、催眠術なりトリックルームなりをしてきて欲しかった。初手から再キネをぶっ放してくるということはつまり、6号は再キネで各位置の状況だということでしょう。すでに嫌な予感が、プンプンしてやがるわ。一応目の錯覚かもしれんということで、もう一度身代わりは張ってみましたが、これは再キネ確定っぽいですね。せめてトチクルって、リーフストームをぶっ放してきてくれればという感じですが、どうでしょう。すでに、タフな戦いになっていきそうな気配がします。相手がナメプをしたりして、うまいこと隙をついていくというのが、基本的なドーブル縛りのスタンスではあるんですが、強化力でワンパンできるから、こう、いいっすねー。
催眠術はさすがに飛んでこなかったですが、リーフストームを引き出せたのであれば、粘った甲斐があるというもんです。特攻が2段階下がってくれれば、まだやりようはあるでしょう。私の頭の中では、身代わりをした後に催眠術をしてきてもらって、その隙をついて悪巧みを最大まで積んでヤロブラスト、という想定だったんですが、こうなってしまったもんは仕方ないので、トライアタックを打って退場ですね。6号、お疲れ様や。しれっとトライアタックを急所に当てていましたし、特攻を2段階下げることもできたということで、最低限の仕事はしてくれたと思います。あとは残りのみんなに任せてくれ。あのさぁ、こういうとこがあるのよね、グリーンさんって。特攻が2段階下がった際キネなら受け切れるだろうし、ミラコで跳ね返せばいいわという短絡くたばれ。ゴーン、じゃねえってのマジで。考えうる一番最悪な展開になってきやがってるわ。その動きを6号のところで、ぜひともやってほしかった。ここに来て6号の性格無邪気が、もろに効いてきたという感じですね。やはりドーブル縛りでは、いたずらに耐久が下がる性格にするのは良くないのかもしれないですね。でもまあ、サイキネでこのくらいのダメージ感なのであれば、次のサイキネの後に目を覚ませれば、特段問題はないでしょう。クソー、起きてくれやー。ここで起きることができていれば、スカーフ道連れの選択肢も残せる状態だったんですが、世の中うまくいかないですね。一号に胞子をばらまかれた、相手のトレーナーの気持ちがよくわかったわ。ひとまず、五号を雑に捨てるのももったいないので、トリルが切れるタイミングで一号に、交代しておきました。とにかくさっさと削って、ナッシーの先に進みたいですね。先ほどのターン、キノコの胞子をばらまかなかったということは、まだ1号に対して、若干冷遇をしている感じだったんでしょうか。と思ったんですが、この行動は我ながら、なかなか考えてますね。1号でいい感じに削ることによって、相手に回復を使わせ、その隙にノーリスクで、原太鼓を踏んでやろうということみたいです。原太鼓聖なる炎で、打ち抜いてやるということでしょう。さて、2号アルティメットフォームの性能、見せてもらおうじゃないか。割とガチでこの構成が、物理アタッカーとしての完成形に近いんじゃないでしょうか。これ以上の伸びしろを作るのは、結構厳しいと思います。強い。これが原太鼓の性能なんだよなぁ。というわけで無事聖なる炎で各位置を取り、ナッシー突破です。だいぶ長丁場なナッシー戦でしたね。2体目は、怪力ですね。この怪力はノーガードということで、やけど狙いで聖なる炎もありなんですが、私は原太鼓神速の力を、信じてあげたいと思います。絶妙に火力が、足らんかった。そして、雷パンチというナメプをしてくるのであれば、聖なる炎を打っておけばよかったと思ってしまいます。まあこれはさすがに、結果論ですけどもね。正直ここはだいぶ長いこと苦しめられるでしょうし、ダメージ感の様子も見ておきたかったのです。2号が神速でいい具合に削ってくれたということで、怪力はないとヘッドで、始末してしまいましょう。ナッシーがどうのこうのでだいぶブーされていましたが、なんだかんだで、数匹は倒せてますね。3体目は、ウィンディーですか。強敵が続きますね。ここから勝機があるとすれば、全員イバルでぶち抜いていく方法だと思うので、それを試していきますよ。いやーきついっす。例のごとくフレドラで各位置を取られている状況は、非常によろしくないわ。だいぶ行動が制限されてしまいますね。一応レベル的にはほぼ互角ですし、一発くらいギリギリで耐えてくれればと思っての行動だったんですが、ウィンディのフレドラを耐えられるようなら、こんな縛りしてませんからね。最近マイパートのように、こういうことを言っとるな。ドーブル特有の耐久力の低さが、もろに影響してきているということなんでしょう。なんとも言えん技構成しとるなこのウィンディ。フレドラと神速以外、打てる技がないやんけ。
絶妙なダメージ感という感想しか出てこんわ。思ったよりはダメージが通りましたが、これで押していけるほどの火力でもないという、非常に絶妙なラインの削り方でした。知ってた。あのダメージ感では、落としきれませんわな。この戦いはガチで、相当骨が折れますね。グリーン討伐は本当に、長期計画になりますわ。一応わずかながら戦っていないトレーナーもいるのと、ライバル戦があったりだとか、ライバルとの共闘イベントなんかもあったりするということで、その辺をやりながら、レベル上げをするしかないでしょう。この戦いで何が足りなかったかと言われたら間違いなく、レベルでしょうからね。というわけで今回は、ここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。サンキューフォーウォッチング、いろいろやっとるでー。次回も見てくれよなー。